アリスちゃん、これでお願いします。いや、これでお願いします。お願いします。剥いてみました。はい、こんなにね食べれるのかな。毎日リンゴを食べてるとなんかこう発見もあるわけですよ。見て、超蜜入ってる、すげえ蜜入ってんじゃんみたいな、なんかすごいテンション上がった。はい、おはようございます。あ、そうだ、さあ、もうこれ3日目なんですけど、さすがにね飽きてきたよね。他のスーちゃんからリンゴもらったんで、アリちゃんにリンゴ待ってますよ。私頑張ってる、頑張ってるよマジで。ちゃんと持ってきてますよリンゴ。今日は久しぶりに夜早く帰ってこれたので、ちょっと調味料買ってこようかな。ちょっと今から調味料買ってくる。はい、美味しいのかなマヨネーズって。やめた方がいいです。だってあ、くそまず、はい、今日やっとやっとですよ。あと1日で終わりですよ。長かった長かったよ。いや、あのね、結構結構というか、まず全身の匂いがリンゴになるんですね。で、もう体もムクムクだし、なんかここもさ、すごい、もうすごいんですよ、ほら。おはようございます。うぅー、はい、はい、いい目覚めだね。おい、はい、なぜかってね、今日リンゴ最終日なんです。はい、リンゴ最終日、やっとリンゴから離れられる。ほんとにこの一週間ずっとリンゴしか食べてなかったからさ、もうね、もういいよ。はい、ということで、ごめんなさいね、ここから下生まれたママの姿なのでちょっとアップなんですけど、ということでリンゴダイエットは成功なんじゃないですかね。まあ成功でしょ。いや、これ見せたい、すごい下を見せたいんですけど、なんでちょっと次のダイエット、まあ、次の週ね、やっていきたいと思うので、次のダイエットも楽しみにしててくださいね皆さん。はい、森崎アリスでした。またね。